宮城県塩釜高等学校は、宮城県塩釜市線が丘にある県立高等学校。本校では便宜上、2010年3月をもって、宮城県塩釜女子高等学校と統合された、旧塩釜高等学校についても述べる。なお、通称として、釜校の名で呼ばれるが、在校生や OB は、塩校と呼ぶこともある。男子校である旧塩高校には、 商業科が設置されていたが、教学となった新、塩釜高校では、旧高校から継承した商業科に代わり、統合校へ入学した生徒からビジネス科に改装されている。旧塩釜高校と宮城県塩釜女子高等学校は2010年に統合され、新たに、教学校としての宮城県塩釜高等学校となったが、統合。 教学科に対しては未だに反対意見が多い。新・塩釜高校では、普通科とビジネス科が設置され、東キャンパスと西キャンパスの2キャンパス制となり、当面は主に1、2年次が東キャンパス、主に3年次以降が西キャンパスへ通学する形となる。一般公開されている塩高祭りという名の文化祭は毎年9月に行われていて、体育館では、 ダンス部や吹奏楽部、音楽部といった部活が中心となり、ライブを行っている。休校は、1943年4月1日本、キャンパス扱いの西キャンパス所在地。東キャンパスは、郵便番号985-0056宮城県、塩釜市線が岡七の位置に所在。ありがとうございます。